ニセヤママサルゴは、大阪府東成郡出身の元大相撲力士。本名は、ク田文雄1921年8月7日に、大阪府東成郡で生まれる。同郷だった、鉄工、総五郎の弟の世話によって旭山部屋へ入門。1938年5月場所で、初土俵を踏んだ。大きな勝ち越しがなくスピード出世とはいかないものの、 地道な努力で1944年1月場所では、東幕下21枚目まで番付を上げ、この場所を5勝3敗と勝ち越した。しかし、第二次世界大戦による戦局悪化によって兵役へ取られ、クレの海兵団へ入園した。しかし、クレは、相撲が盛んだったことと体格が水兵と対して変わらないことから毎日稽古に借り出され、 ここでの毛稽古が後に長く幕内を務める力量へつながる。1946年11月場所において、西幕下2枚目各番付け外で復帰。1947年6月場所で、新十両昇進。1948年10月場所で、新入幕を果たした。小評だが上位力士が相手でも容赦なく、張り手を繰り出す。投資を全面に出す取り口で、 1952年1月場所では、鏡里清治を張り手一発で破ったほどだった。このように張り手こそが、二世山最大の武器と思われがちだが、重心の低さを生かした左四つからの釣り出し、うっちゃりもうまかったという。しかし重量では、土俵で塩を取りに行く際に腕をぐるぐる回したり、首を左右に振ったり、足首をつま先立ちしてひねったりと動作に落ち着きがなかった。 1953年1月場所では、初日に、鏡里清治を破ったほか、同場所4日目には、羽黒山聖治と対戦した際に、口の中へ入った、羽黒山の親指をとっさに噛んで骨折させてしまった。同場所5日目には、東、藤金一と対戦して勝利し、8勝7敗と、勝ち越したものの3勝受賞は見送られ、最終的に引退まで受賞できなかった。横綱、 大関を倒す力量はあったが、なかなか幕内上位では勝ち越せなかった。1951年1月場所では千秋楽に8日目から、7連勝して7勝7敗の栃西清高と対戦し、二度の水入りが入る大相撲を演じた。結果出し投げで敗れはしたものの、後年になって、力士生活の中で一番の思い出が、栃西二との一番だと語っている。吉井山に強く、 実戦して全勝している。1958年5月場所を最後に現役を引退し、年寄り、大なると襲名と同時に独立した部屋を創立させた。しかし、創立直後に、師匠、朝日山が救世したことを受けて、二つの部屋を合併して、新、朝日山部屋を誕生させた。年寄りとしては、先代、朝日山から引き継いだ。 高さ山高行きを、関分けまで昇進させたほか、大ナルトとしての直弟子である若二世ただ、これを小結びへ、沖縄県出身の初の幕内力士である、竜王。1974年には、トンガ王国から6人の弟子を入門させて話題になるなど、個性的な力士を多数育成した。1975年10月14日、雲幕下出血で死去、54歳没。 部屋は弟子の若二世が継承した。ありがとうございます。